はい、おはようございます。今日はね、買ってきましたよ。なんか無性にね、甘いものが食べたくなって、まあ、なかなかね、お店とかでも動画にする機会がないから、今日はちょっと死ぬほどケーキを買ってきてやろうと思って、富士屋さんでね、死ぬほど買ってきた。まずね、今日買ってきたのが、1個目がこれ。よいしょ。フルーツタルト。フルーツタルトと、ショートケーキ。と、チョコケーキ。チョコケーキね。とりあえずね、ホールケーキが3つと、抹茶ケーキを2つ。これね、めっちゃうまそうなの、これ。シュークリーム。でっかいシュークリーム。置けなくね ?3 つ。買ってきました。今日の合計がね、1万2000円ぐらい。超高かった。そう、まあでも、たまにはね、ちょっと贅沢じゃないけど、いいかなと思って。買ってきました。まあ、僕前も動画でやってるんですけど、甘いもの好きなんですけどね、ちょっと量が多く食べれなくて、だからまあね、今日はね、それの克服も兼ねて死ぬほどケーキを食ってみたいと思います。早速いただきます。まあ、とりあえずね、ちょっとチョコケーキの方からいただこうかな。はほう、まずこんな感じ。剥いちゃうとすごい。今日は夢のホール食いをしたいと思います。よいしょ、切らずにね、そのまんまこんな感じ。うまうま、うん、めっちゃ美味しいよこれ。うんうん、溶ける、うまい。甘さはね、そこまでがっつり甘くないかな。うん、甘すぎないミルクチョコって感じ。うん、またね、上に乗っかってるこの削ったチョコがね、パリパリって食感が残ってて、アクセントにちょうどいい。うん、ホールからそのまま食う食べ方ってさ、やっぱ子供の頃すげえ憧れるよね。うん、なんか夢かなった気分。早速半分いっちゃいました。次タルト食べようかな。よっ、あ、でも柔らかこんな感じ。フルーツタルト、うわ、さっぱりする、うまっ。うんうん、桃とかキウイとか、まあ、イチゴとかね、ブルーベリーといろいろフルーツ乗ってるからね、さっぱりする。もちろん重たいんだけど、口の中はねすっきり。うん、あ、トマト入れた。うん、うん、やっぱ口の中がすごいモサモサする。タルトの食べ応えがすごいな。うん、うん、今タルトもちょうどこんな感じで半分。ショートケーキ行く前にシュークリーム食べようかな。これなんか釜焼きシュークリームとかだったかな。すげえでかいの。わかる？このサイズ感。いただきます。はっ。わ、生クリーム超ぎっしり入ってる。うん。食べ方の正解がよくわかんないな。うん。うん。今ね、買ってきたものの多分3分の1分は食べてないんだけどね、今お腹の満足度で言ったら8割ぐらい。ほんとはお前の量食えないんだよな。なんでだろう。一番大好きなショートケーキでも食べようかな。よっ、ほっ、ショートケーキこんな感じでございます。うい、うまそう。うん、ショートケーキ裏切らないね。うん、うまっ。中までちゃんといちごタイプ。うん、まあうまいけど一番重いかも。やばい。うん、あー、うん、これもほぼ半分ぐらい、ちょうど。
いや、まだ行ってない。ギリ行ってるな。なんかいっぱい。これはやばいぞ。食い切れんのかな。うん。ちょっとブラックコーヒー、甘い甘いよ。甘い。これやばい。うん。ちょっと休憩に抹茶ケーキ食べようか。うん、甘い。あの抹茶の風味はすごいあるよ。うん。あ、苦い苦い。最後ちゃんと苦い。今日は今までの家取りの中で一番やばいかもしれない。うん、前にあのコストコのティラミス食った時よりきついよねこれ多分。すごい。うん。なんか甘いもん食べすぎるとクラクラしてこない。なんかもうやばい。うん。今あまりにもやべえからカップヌードル作ってきた。なんかね、もうね、寒気とね、頭痛がね、すごいの。あんま。あっちゃ。うん。うん。一番うまい。休まったから食べる。これ今思ったけど、これグリーンバックやったらこれ全部抜けちゃうね。やばい。うん、全然お腹いっぱいじゃないんだけど、全然食べれない。全然食いきんないよ。うん、はい。ってことでね、僕には全然甘いものを克服することはできませんでした。もうね、思わず無理すぎてね、作ってきちゃった。まあね、これ残ったケーキはね、保存は効くんで、とりあえず冷蔵庫に保存して、まあ、無理せずにゆっくりとね、嫁さんと食べます。一番もそうじゃないこれ。皆さんもね、甘いもん食べるときは無理せずにね、自分のペースでゆっくり食べてください。僕もこの後はゆっくり自分のペースで食べたいと思います。いいよと。うわ、うまそう。優勝。
この動画が良かったと思ったら雑この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。うん。改めてごちそうさまでした。うん、おいしかった。